今回は業務スーパーで19円で買える激安の焼きそばで美味しい焼きそばの作り方を紹介します。安い麺でも作り方次第では絶品の焼きそばに仕上げることができますので、それでは作っていきましょう。材料は焼きそば2食分、キャベツ 130g、人参 20g、生姜 10g、小松菜下茹でしたもの 20g、豚バラ肉 100g、青ネギ 5g、桜エビ 5g です。合わせ調味料を用意します。オイスターソース大さじ2、醤油大さじ2、酒大さじ2、砂糖小さじ2、水大さじ4、胡椒少々を入れます。隠し味にカレー粉を少量入れ、よく混ぜ合わせておきます。麺を袋から出して丼に入れ、醤油とごま油を少量入れ、しっかりと和えておきます。こうすることで焼きそばの味と香りが良くなります。そうしたらラップをして500ワットのレンジで1分30秒温めます。フライパンに火をつけてしっかりと温めていきます。火は強火にしています。油を大さじ2くらい入れてフライパンにしっかりと広げ、なじませていきます。もう一度かき混ぜてから温まったフライパンに入れ焼いていきます。焼きそばは表面が均等に焼けるように広げて焼きます。火力を少し中火ぐらいに落として焦げないようにします。逆に弱火にしすぎるとカリッと焼けないので、ここでは火力の調整は大切になります。このまま表面が焼けるまで混ぜたり炒め合わせたりしないで放置しておきます。そうしたらバラ肉に軽く塩コショウをして下味をつけます。表面の焼き加減を確認してみます。焼き色がついていたのを確認できたら裏返して焼いていきます。その上にバラ肉を広げるようにして乗せていきます。こうすることで肉の脂と旨味が麺の上に落ちて美味しくなります。
まま、また表面が焼けるまで放置します。底が焦げないようにフライパンを揺らしていきます。焼き具合を確認します。もう少し焼き色が欲しいのでもうちょっと焼きます。裏返します。裏返したら豚肉に焼き色がつくまで焼いていきます。あんかけ焼きそばを作るときもこのようにして焼いた焼きそばの上に餡をかければ美味しくできます。しっかりと焼けたら一度取り出して焼きそばについた余分な油を切ります。その油をフライパンに落としていきます。結構な量の油が出ました。この油を使い野菜を炒めます。まずは生姜と人参を入れ炒めます。ちょっと油が足りないようでしたら足してください。火は弱火にしています。小松菜も入れます。キャベツも入れます。に油が回るようにして炒めていきます。桜エビを入れます。桜エビと合わせ調味料の隠し味に入れたカレー粉がサーチャージャンという調味料の代用語になります。高級店の焼きそばなどには入っていることが多い調味料。このくらい野菜にツヤが出たら真ん中を少し焼けて合わせ調味料を流し込みます。液体を入れると全体の温度が下がりすぎるのを防ぎます。
辛子調味料を野菜に吸わせるようにして混ぜ合わせていきます。軽く煮て野菜の旨味をタレに引き出します。真ん中を開けて焼きそばを入れます。今度は焼きそばにタレを染み込ませるようにして混ぜながら炒め合わせていきます。麺にしっかりと味を染み込ませていきます。麺が汁を吸ってほとんどなくなってきています。あとは全体をしっかりと混ぜ合わせて絡めていくだけです。最後に軽くフライパンを煽り、完全に余分な水分を飛ばしていけば完成です。さらに盛り付けます。今回は業務スーパーの焼きそばをおいしく作る方法を紹介しました。安くてお手軽に作れるのでお試しください。詳しいレシピや作り方はブログにも書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄に貼っておきます。彩りに青ネギを散らせて完成です。チャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。